そうするとね、囲われた空間ができる。
くなる、本に聞くになるか。弾いてるの。よいしょ。ここに一枚。ここに一枚。いちいちサンダルを置かないで、ポンポンポンってこれじゃん。ここまでね。楽ちんでしょ。椅子一脚だったけど、今日椅子二脚。ああ、グリーンが綺麗だね。気持ちいいね。こんな感じになってるんだね、上は。ちょっとたるませて。もうね、作った人いたね。小さなコーナー作りましたって。嬉しいね。楽しもうね、せっかくだから。これね、期間限定だからね。幼稚園のアヒルが泣いてる。のどかでしょう。あ、風が入ってきた。気持ちいい。ガラス瓶の日だから。これが生活の中でいいわよね。こうやって弁当を作って朝のコーヒーを飲むのがベランダを使える日の晴れた日の日課です。うん、美味しい。
今日のベランダテントハウス、本当にテントみたいでしょ、ほらね。もう外側からはね、この椅子に座ったらね、全く見えない。あっちは洗濯物だよ。裸足で降りれるようにマットを2枚洗えば綺麗になるからね。今日も暑くなるんだって。よいしょ、ここペンキ塗ったり壁塗ったり床塗ったりする頃にはこんなことできないから今だけだね。火が回ってきたからドット柄になってみました。風が気持ちいい。午前中最高だね。ほら影が揺れて、ハートのメリーゴーランドも勝手に回るんだよ風で。ここね、たるましてるから見えないでしょ、洗濯の竿が。かわいいね、かわいい、かわいい。今ミシンしてたんで、ちょっとお休み。あ、だいぶくらいちゃう、ここ来ると。パリで買ってきた家具にドライを入れて、ああ幸せ、ああ幸せ、寝れちゃう。撤収するよ。これをどう外していくか見てね。簡単なんだよ、洗濯バサミを取るだけだからね。よいちょ、よくちょ、かける。これ便利だ。大きな洗濯バサミをこの中に入れて、おちょおちょ、よいしょ、こういう雑貨をね入れるの、お家に。よいしょ、Rise on the road.
るわ、うんうん、楽しやすさ、何のうちさ、大きかけるのも楽しいんでしょうね。どんなことしてるかも見て楽しいんだけど、掃除がしにくいことは確かにしにくいから、今はね、この放棄をかけることを楽しんで、嘘みたいに何にもなくなったでしょ。おお、暑い。こんな感じですよ。また明日も楽しみに。Just to run me